えー、はい、どうも、全力で今日ユーチューバー r B モレルです。あ、さっきあの動画上がってた、あの、今日神宮になんか、言ってた、バッフェ君、バトルフェイスモレル君と他の別人なんで。はい。えー、ということで、まあ、まず、記念すべき、オリックス本日、えー、開幕戦、開幕いたしました。 1>, 1日遅れの開幕ということで、まあ、僕自身、昨日京セラドームに開幕戦見に行ってね、えーまあ、山川選手にドスイされて、まあ、勝てなかったわけですけども、開幕戦久しぶりに。き、まあ、今日はね、あの普通に東京に帰ってきまして、まあ、ちょっとね、諸事情が、諸、うんまあ、要がありまして、ちょっとまあ、京セラドーム、今日は見に行けなかったんですけど、はい、僕が東京に帰って、えー、思い出したかのように、オリックスが強い勝ち方をすると。 なんか、既士感のある流れですけどもね。はい。まあまあ、どういう意味ですか,か勝てばいいんですよ、勝てば。開幕したからいいんですよ。こくね、今日の試合僕も追ってましたけどね。やっぱあのー、ソードバンクの投手の、あのー、先発のモイネロ投手がね、やっぱり先発に転向しても圧倒的なピッチング、途中まで、ね、パーフェクトされてたんですけども、まあそこで均衡を破ったのが、セデちゃん。セデちゃんですね。はい、セデニョ選手が逆方向に、 ええ、先生のツーランホームラン。まあこれが結果的にね、決勝点になるんですけども、ええ、このモイデル投手に相方が、ええ、エスピノーザ。なんかさ、よく最近よく、モレルとエスピノーザ似てるようなって言われるんだけど。似てるエスピノーザと俺、うん。いや、嬉しいよ。めっちゃ嬉しいよ。うん。今日6回無失点。 完璧なピッチングをしたエスピノーザ。なんかね、オープン性も良かったしね。なんかこのオリックスの外国人集の中では、今回、一番なんかあんまり期待されてなかったはずのエスピノーザが、めちゃくちゃいいんすよね。いい意味で計算外。<laughs> 似てる似てる俺、エスピと。うん。まあ似てるんであれば、実質今日ビーモリル勝ちそうしっておとで、まあ賞賛のコメントは全部ね、僕の方にください。はい、で、あの、8回に登板したね、あの、マチャド。マチャド選手ね。 マチャドの新外国人なんですけども、えっ、ー、と、本日最速162キロ。えー、そしてチェンジアップも投げるんですけど、チェンジアップが151キロ。えー、チェンジアップちゃうやん。151でチェンジアップちゃうねん、急速。うん、ストレート151で言えへんピッチャーいっぱいいいねん。ないねん、チェンジアップ151って。もうストレートが1 6二やから、ね。やっぱそれがカリキュつくんでしょうけど、マチャドのピッチングが、俺日本におったらあかんレベルなんですよね。なんか中島監督が去年ね、 あの、ニックスのことを日本に来るレベルじゃないっつってね。あの、違う意味で日本に来るレベルじゃなかったんですけど、マチャドはほんまに日本に来るレベルじゃなかったよ。あれ、メジャーでも全然活躍できると思うけど、なんかね、でもメジャーではそんな結果出せんかったらしいね。去年とかは。だからメジャーってほんまにすごいやなと思いますけど、いや、正直マチャドはマジで8回も任せれるし、なんなら、クローザー、いや、クローザーはちょっとやっぱりね、うん。やっぱ劇場がちょっと見たいから、マチャド多分劇場せえへんから。っていうところで平野義久。今日の9回、ワーニー。 しっかりとランナー二人貯めて、ええー、その、そっから栗原選手に、フェンスギリギリのレフトフライ。うん。しっかりと劇場して、結局ゼロ。これが平野由信さん。これが劇場。これ理想的な展開はね。スケット外国人の完璧なりで。そして最後は9回は、ええー、劇場。うん。 完璧な試合運びじゃないですか。役者が揃いましたね。というかもう、オリックスの今年のスケッエグス銀か。うん。だって、セデちゃんも今日ね、ホームラン打って、で、エスピノーも良くて、マチャドも怪物やし、で、それにプラスして、ゴンザレス、ゴンズーマーゴ、もう、普通にユーリティー守れるし、で、あと、カスティーヨね。カスティーヨも先発でそこそこ期待できるし、みんないいよ。いや、ほんまね、もうバレラベロとかバッカーシーとか追った頃の、オリックスから、揺り戻しが来ましたね、ほんまにね。今年は外国人全員当たりやぞ。うん。 なあ、トーマス、聞いてる、うん、?CT よ。CT やだけよ。オープン戦であんまり結果残せんくて、開幕に行くんって。でも俺 CT が一番好きやねん。うん、トーマスが。なんでかって、コールが好きやから。うん、CT コール。CT、CT、c D これを一軍でするまで俺、トーマス絶対見切らないから。 これれさてくれ1軍で2軍におる場合ちゃうってあのー、さ,さもなくば2軍行って CT コール勝手にすんぞうん嫌や,やったら1軍上がってきてやらしてくれや CT この神助っ人賞に負けないように CT も上がってこいってということでオリックスは今日見事ね助っ人の活躍で、えー、開幕したということでまあ助っ人だけではなくて日本人選手もね活躍してもらえるようにはい、頑張っていきましょうということで優勝や